万慶禅師五六の第六回目講義をさせていただきます。今日のところは、ここのところですね、木版本で行きますと、禅師一日、主に示して曰く、一切の迷いは、 皆、みな身の、悲喜、い皆、身の上の悲喜ゆえに、迷いを、出でかす。というところから読んでまいります。禅時一日、主に示して曰く、一切の迷いは、皆、身の悲喜ゆえに、迷いを、でかすと。万犬禅時の教えは、皆、命々、 生まれついて持っているのは不祥の仏心一つであると。本来もともと仏の心仏心、清らかな尊い仏心一つを持って生まれている。それが身のひいきという、身のひいき。これは我が身をひいきする可愛がる、自分自身のことを過剰に可愛がる、故に外のものに対して 自分の都合のいいものにむさぼりの心を起こしたり、自分のにとって都合の悪いものに対して腹を立てたり、というふうにして、むさぼりや怒りや、あるいは愚痴という迷いを生じるのであると。この迷いは、迷いの原因は、我が身をひいきする、我が身を可愛がるからであると。 ですから、身のひいきさえせねば一切の迷いはできはしませぬわいのと。我が身をことさらひきをする。我が身をことさら可愛がる。ということをさえしなければ、本来が不祥の物心でありますから、迷いは出ては来ないのであると。物心というものを我々が造作をして、 何か修行なり勉強なり特別のことをして作り出すものではないのであります。もともと備わっているものであると。ところが、そのことに気がつかずに、我が身のひいき、自分の自分中心のものの見方をして、外のものに対して腹を立てたり、憎しみや、むさぼりの心を起こしたり、 として、この迷いを起こしていくのである。と。ですから、我が身の悲劇さえしなければ、迷いは出てこないのである。と。それで、万景禅師は、物心のままで暮らせということは、この身の悲劇さえしなければいいのである。と。我が身をことさら可愛がるということさえしなければ、不詳の物心のままなのであると。迷いは出てこないのであると。 それをこのような例え話で説かれております。例えば隣の人が喧嘩をしますれば、こちらは非文、こちらは通りということを明らかに分かれて聞こえますれども、我が身にかからぬことなれば聞こえる分で、我が,は我が腹は立ちはしませぬわいのと。例え話であります。例えば隣の人がこう喧嘩をしていると。 そうすると、この、お、おかめ八目という言葉がありますが、何もこちらの身に関わることでなければ、冷静に判断ができるわけです。こちらの言い分が、道理が通らないと。こっちは道理が通ってる。ということを、冷静にきちっと見極めることができる。明らかに、どっちが正しいのか、どっちが、 あ無理なことを言ってるのかということが分かると。それは我が身にかからぬことであるから、あ聞こえ、聞く、そのようにちゃんとあー、冷静に判断をして、自分も腹を立てるということはしないのであると。えー、それはその通りでありまして、自分自身に何ら直接関係の及ばないことであれば、自分自身がその利害特質に関わらないということであれば、 何があっても、冷静に、えー、聞いて判断ができると、えー。間違いはないのであります。ところがです。もしまた我が身にかかれば身の悲劇を致すゆえに向こうの者に取り合って、物心をつい修羅に仕えて互いに責め合いまするわいのと。ところがそれが、その二人の喧嘩が、 自分の我が身に関わるようなことであれば、自分もその利害特質に関わるようなことであれば、それは道理の通らないと、うん、理性では分かったとしても、それは納得がいかないと。自分の我が身を可愛がるので、自分の都合のいい方に見方をするわけであります。それで自分のにとって都合のいいものに、 えー、この害を及ぼすようなものに対してはあ、腹を立てたり、憎しみの心を起こしたり、攻撃しようとしてしまうと。それは何事もなければ物心のままであるのに、どうも自分の身に関わるようなことであれば、物心が一瞬のうちに修羅、戦い、修羅場というような言葉が今でも使われますが、 戦い、争いの心になってしまって、互いに攻め合いまする愛の、なおいっこちらも喧嘩に巻き込まれてしまうということにこうなると。例えばこうして部屋の中におりまして、外でこの通行の人が話し声が話し、何か話をしている。その話し声が聞こえてくると。 別段我が身に関わらぬことであれば、別段こちらも何の心の動揺することもありません。ああ、何か声が聞こえているな、というだけのことであります。そういう時は、こちらは不詳の物心のままで、ただ外の音が聞こえているというだけの状態です。これが身の引きを起こさない。 不祥の物心のままでいる状態でありましょう。ところが、その通行人の会話がどうも自分の噂をしていると。となると、一変にこのただ冷静に聞こえるに任すという物心の状態では私たちはいられなくなってしまいます。何を言ってるのかと。で、まして言わんやそれがもしも 自分のこの陰口を言っていると。自分のこの悪口を二人で言い合っている。というようなことになれば、これは不祥の物心のままでいることができずに、一瞬のうちに、特にそれがもし、普段からこちらが、 信頼をしている相手であった場合は、もうなおのことあ、あれは私の前ではあんな風にしているのに、裏ではこんなことを言っているのか、という風になると、これが一瞬のうちに向こうのものに取りようて物心を修羅に変えてしまう。まあ、もう部屋の中に行ってもじっとしてはいられない。ね、という風に、 もう自分のことにこの関わると一瞬のうちに物心が修羅に変わってしまうということもこうあるのであります。聞こえることでも目で見えることでも同じであります。目でいろんなものを見ます。外の景色を見ていると。誰かと誰かがこの会っていると。別段、我が身に関わらぬことであれば、 何ら問題なく目に映るままであります。ところが、それがもしや自分の親しい人であったような場合、うーそれ冷静ではなくなりましてー、誰と会ってるのであろうか、何の話をしているのであろうか、一変に心はまず乱れてまいります。そして、それがもしも自分にとって都合の良くないものであった場合などは、 物心が一瞬のうちには修羅に変わってしまうということは、これは誰しもあることなのであります。その原因がこの上がの悲劇です。自分を、自分は必要以上に可愛がっておりますから、その自分にとって不都合なることが起きると腹を立ててしまうということが一瞬のうちに起きてしまうのであると。 また、あるいはまた物心は、霊妙なものゆえに、従前の我なし来たったほどの影は映らぬということはござらぬわいのと。物心というのは、本来素晴らしいものであると。尊い素晴らしいものであるので、今まで自分がなし来たったほどの影というのは、自分が起こした念というもの。外のものに取り合う念というものは、 これは物心というのは綺麗な鏡のような状態ですから、怒りの心が起こしたならば、それがそのまま怒りの心がこう映るわけなんでございます。憎しみの心が起きたならば、その映らぬということはござらぬというのはこれ二重否定のございます,ございますから、皆その影がちゃんとこの映るのであると。 ですから、この物心ってのは何も感じない、何もこの思わないのではなくして、ちょうどよく鏡のようなものだという例えはなされるところでありますが、まさしくこの綺麗な鏡のようなものでありますので、いろんな思い、思いや、思い描いたことも、全部このその影は、この物心は症状、尊いうものですから、綺麗にこう映ると。 何も感じない、何も見えないってわけではないのであります。あらゆるものが皆、はっきりとこう映ると。ということなのでございまして。ということがこうございます。 えー、そして、その、その後ですね、えー、その映る影に、ここからですね、その映る影に頓着すればというところから引き続いて読んでまいりましょう。その映る影に頓着すれば、えー、ついにというところですね。 その映る影に頓着すれば、ついまた迷いを出かしまするわいのと。物、えー、心というのは尊い綺麗な鏡のようなものでありますから、我々が思うこと、浮かんだ念、思いというものも、これもまたちゃんとこの映ると。でも映っても、これは問題はないのであります。鏡にどんなものが映ろうと、 鏡の本体はあ、汚れ、それによって汚れたり、汚れたりするものでは決してありません。えー、その映る影に、鏡に何かが映ったと、それに頓着をすると。頓着ですから執着ですね。綺麗なものが映れば、もっとそのままずっとその影が映っていてほしいというように執着をすれば、これがまた、 迷いを出かしてしまうことにこうなると。念はそこにあって起こるものではござらぬと。我々が迷いを引き起こす様々な念というものは、これは根底にあるものではないだ。だそこにあって起こるものではないだ。だ本来性のものではないだ。だ仏教の言葉で核人という言葉がございます。 お客さんの客という字に、人は塵という字を書きます。客人と書いて、客人と読み習わしております。そのような、この自分の心を乱す念、思いというのは、外から飛んでくる塵理や誇りのようなものだと。ですから、そこにあって、そこというのは、心の底にあって、そして心の底から念が湧いてくるものではないのだと。 何かのこの表紙に、ただ単に、物心という鏡のような綺麗なる心に、たまさかそこに映っている影にしか過ぎない。従前見たり聞いたりしたことの縁によって、その見たり聞いたりしたるが映るというものでござるわいのだ。物心というのは綺麗な鏡のようなものでありますから、 今まで過去に見たり聞いたりしたということが、これが縁になって、その見たり聞いたりしたことが心にこの影として映ると。それだけなんだと。映ったからといってその物心が清らかになるわけでも、それによって穢がれるわけでも、物心が減るわけでも、増えるわけでもないのであります。 もとより年に実体はありはしませぬよって、映らば映るまま、怒らば怒るままに、やむばや、ま、むままにて、その映る鍵にゃ弱さえせねば迷いは出来はしませぬわいのと。これは非常に大切なところであります。よく私どもがこの座禅をいたしますと、特にまだ新しい人に、 座禅の指導してあげるような時に、20分なり30分なり座禅をすると。どうでしたかというと、いや、もう雑念が起こって大変でしたと。まあ、そういうこと、言葉をよくこう耳にいたします。では、座禅を長いことやっていれば、雑念の起きない座禅になるのかというと。どうもこれはそういうことではないと思うのであります。そうではなくして、 年に湧いてくる念というもの、重いというもの。それは実体のないものであると。心の深いそこから芽生えてきたような、根があってそこから生えてきたようなものではこうないのであります。ですから、このそれ、その念が湧いてきて自分の心に影として映るのならば映るに任せておけばいいし念がお、念が湧いて起きるのであれば起きるの、起こるのにこの任せておけばいいし、 やがて、どんな年であろうと、雑年であろうと、どんな思いであろうと、ずっとそのままで、1日も2日も5年も10年もっていうことは決してないのでありまして、意外に早く消えてしまうものでございます。山は山に任せて、その映る影に頓着をしないと。どんなに影が映ろうと、 鏡には何の傷一つ、穢れ一つつかないのだということがよくわかっていれば、頓着をすることはないのであります。平均なのであります。平均でいれば迷いは出てこないと。むしろこの迷いというものは、湧いてくる念を何とか払おうとか、何とか消し去ろうということの方がまた新たな迷いを作り出すのであります。 頓着さえせねば、頓着さえせねば迷わぬがゆえに何ほど影が映りても映らぬと同じことでござると。心という本来の清らかな物心にどんなこの影が映ったからといって本体は鏡のようなものでありますから 何が移ろうと、清らかになるわけでもない、汚れるわけでもない、増えるわけでもない、減る、減る、減るわけでもない、ということがちゃんと分かっていれば、何が移ろうと、何が消えてなくなろうと、全然、頓着をしない。それに執着をすることがない。執着をしなければ、迷いはしません。移らば移るまま、消えたら消えるまま。 何ほど影が映りいても映らぬと同じことでござると。どんなにこの、そうなんですね、その雑念をなくすというよりも、どんなにこの雑念が山のように湧いたとしても、私の心の本体には影一つついてはいないのだという、何にも映ってはないのと同じなんだと。それは映ったとしてもそれは、 鏡に映った映像だけですから、それによって心にシみが残るわけでもありませんし、ひびが入るわけでもないのであります。ということが分かってさえいれば、何も問題はない。どんなに山ほど雑念が起こって大変なように見えますけれども、しかし本体の物心は、 何ら問題はないということに気がついておれば、雑念は起こるに任せ、消えるに任せるということができるはずであると。これをわざわざ念をやめようとするのは、後で万景禅師は血で血を洗うようなものであるという例えを使っておられます。血で、この、何か衣装か衣類か布が血で汚れたと。 それを洗おうとして、また血で洗おうとすると、前の血は落ちても、あ、洗う血で汚れるのだという例えをしております。血なんて言うと随分物騒な例えでありますけれども、それを、汚れを取ろうとか、雑念を、雑念をなくそう。なんていうのは、これがまた新たな雑念なわけであります。それよりも放っておけば自然と消えてなくなるものであると。 そんなことに頓着をしないで。いかほどに雑念が起こっても、我が心の本体物心というものは、何ら問題はないということに気がついているということが大事だと。ですから、たとえ念が100年、1000年、兆し起こっても起こらぬと同じこと。 雑念が山のように湧いたとしても、物心には傷一つ、塵一つつかないのと同じですから、怒らぬのと同じことだと。少しも妨げにな、妨げにならないとあ。山のように雑念が起こっても何の妨げにもならないということを言われているのであります。はよう断ずる念だ。 この俳用のヨという字は、木版本ですとこうよと読んでしまうのでありますけれども、他の肯定をした書物と書物を参照いたしますと、ヨではなくしてラの世でございます。払う念と断ずる念と言いて一つもありはしませぬわいのと。いかに雑念が起こっても何の問題がないということがわかっていれば、雑念を払おうというまた、 新たな念を作る必要はないと。雑念を絶とうという、立とうという新たな念と。そんなものも一つもありはしませぬわいのと。必要はないのであるという。こういう番形前人の教えなのでございます。ん<ー>これはやはり私は真実をついていると思います。雑念が湧いて、雑念が湧いたと。大変だ、大変だ。どうしよう、どうしよう。 なんていうようなことを思う、思うだけ、これ無駄な念が余計に起こるのでありまして。ただ黙ってこの見ていれば、どんな念であろうと、ずっと残り続けるようなものはこうありません。放っておけばやがてこう消えるものであります。浮かんだり消えたりしているのはただこう見ていると。その見ているものは何であるのかと。それが物心であります。その物心には傷一つ、地理一つ。 つくものではないと。それ例えば鏡の上に塵が積もることもあるかもしれません。しかしその塵は鏡の内部までこの、汚すわけではないのであります。鏡の本体は全くチリ一つはついてはいないと。何が映っても鏡の本体は全くこの、汚れもしないと。 ああいうことが、この不祥の物心と、この雑念、我々の思う念との関係なのでございます。ということが分かれば、それで問題はないと。その次にもう少し読んでいきますが、 ここからですね、禅人の絵下にですね、善事の絵下に、えー、常にですね、常に、えー、常に立因を設けて、立僧の友柄に義を過ごさし、過ごさしめ、多もなりというところから呼んで参、まま、ります。 禅人の絵下に常に立院を設けて立僧の友柄に義を過ご,ごさしめたもなりと。これは禅寺は万景禅寺ですね。絵下というのは万景禅寺のところで信仰しているお坊さんたちのことを言います。広い意味では一般の在家の人たちを指すも、も入れる場合もこうございます。常に立院を設けて立僧の人たちに義を過ごさす。 まずこのゲというのは、これは、お釈迦様以来の、この修行道場の決まりでございまして。お釈迦様の頃、インドの、インドのことでございますので、雨季の間、雨が降って、何ヶ月、三月ほどでございましょうか。雨季、雨の降るときには、 これは修行僧たちにも宅発、外に出かける、暗揚をする、旅をすることを禁じて一つのところに集まって修行しなさいと。禁足ということを言い渡されました。それはいろんな意味があるようですけれども、一つには、この浮きの時には様々な虫なんかがこう出てくると。それを踏み殺さないようにというような教えもあるようでございます。 それが今の日本の修行道場にも引き継がれまして、1月、4月あるいは5月の場合もあります。それから3ヶ月の間ですから7月もしくは8月までの間、外に出かけずに一箇所に集まって修行をするということは今でも守っております。 そこでこの立院と立僧という言葉がこう出て、出てまいります。まあ、これはどういうことであるのかなということを少し学んでいかなければなりません。この立、あの、立僧というのは立州のお坊さんでございます。立院というのはこの立州のお寺でございます。あまりこんにちは立州と言いましても、 今でも伝わってはおります。でも、普段身の周りに、それは新言宗のお寺がある、浄土真宗のお寺がある、あるいは禅宗のお寺があるというのは、結構、あるいは日蓮宗のお寺がある、曹当宗のお寺があると。しかし、この立宗のお寺があるというのはあまりこの身の周りには少ないのではなかろうかと思います。 これは今でも奈良の東照大寺というお寺なんかはこの立宗の本山でございます。なんと陸宗と言います。なんとというのは奈良仏教の6つの宗派の一つ。中国に同仙立史という方がこういらっしゃいました。その教えに基づいて四分律というお釈迦様の定めた戒律のこの律の方です。これを律,律というのは このお坊さんたちの集団を維持していくために、運営していくために設けられた規則、決まりのことを言います。それを重視して、それから菩薩会として、菩薩、大乗仏教の修行をしていこうという、悟りを目指して修行していこうというものが、この保っていく会として、会と律。会というのは、これは三十条会の授受を主張し、教理的には有意識の影響を強く受けるという、 三十条会というのは後で説明もさせていただきますが、戒律の中でも、会の中でも一番根本であります。もう平たく言うと悪いことはしないようにと、良いことはしましょうと。そして、主張のために、うん、尽くしていきましょう。主張のために身を捧げていきましょうという、この三つのこの会。会というのは今しめというふうに中国の言葉ではなっておりますが、これは良い習慣をつけるというのが、 あボンサンスクリットの元々の意味でありますので、悪いことをしないように、良いことをするように、そして人のためには何か積極的にしてあげましょう、施しをしてあげ,ああげましょう、教えを解いてあげましょう、というような、こういうようなことを習慣としていく、習慣とすることによって、悟りの道へと近づいていくという教えでございます。 この道仙立志という方が大変孔明でありまして、この方の立志のことを特に南山立志というのは言い,い方もされるそうでございます。そこでこの日本にこの立志を伝えたのが、この道仙という方のお弟子の、そのまたお弟子である岩神和上でございます。岩神和上という方が奈良時代に日本にこのお越しになって、この奈良の東大寺、 それから、下野薬師寺。それから、九州の関瀬恩寺。この三つに階段と言います。えー、お坊さんや、それから在家の人たちが、樹海、会を受けることのできる場所を設けた。これを天下の三階段と称されました。そしてまた、戒律の根本道場として、東照大寺が建てられております。先ほど申し上げましたように、立州の本山であります。 で、この律の教えというのは大変には栄えたんですけれども、だんだんと平安の中近頃からは衰退をしていったと。鑑神和上のことは、これは大変有名でございます。あ奈良時代の、もともとはご承知の方が多いと思いますが、中国のお坊さんでございました。洋州のお生まれであります。 この方のところ、この方が、幼州の大民寺におられて、あ西暦742年、日本のお坊さんがそこに行って、どうか日本に来てくださいと、来日を要請します。岩神和城は5回、この日本に来ようとしましたけれども、妨害されたり、船が難破したり失敗して、岩神和城もとうとう失明をすると。 そんな苦難、困難を、困難なことを乗り越えて、西七百753年に12月を日本にお越しになったという。ああそこで奈良の東大寺において会談を築いて、聖武天皇、聖武上皇や光明大号らに菩薩会会を授けたと。と、まあ、これがこの律の起こりであります。さらに84人の僧に愚足会を授けると。 この五足会を授けることによって、正式のお坊さんとこうなったので、こうございます。ここで会談という会を授ける場所において、これは今でも、このそれぞれの、当初大事なんか、東初大事なんかにも残っております。三四七章という会詞と、 教授士とコンマ師という三人のこの会を授ける師匠にあたる方と、それから七人のこの立ち会人のような、それを証明するようなお坊さんたち。ですから十人のお坊さんたちが集まって、250の会を授けるという。これはもう国によって定められた制度とこなっていきました。これが正式のお坊さんのことを言います。ですから、 鎌倉時代に活躍されたそれぞれのお坊さんでも、お若い頃に東大寺で受解をする、愚足会を受けているという方がほとんどでいらっしゃいます。愚、まあ、足会というのは、これはビクやビクニという、ビクは男性のお坊さん、ビクには女性のお坊さんが正式に出家して、戒律をきちっと守らなければならないと。今でも南方のお坊さんなんかは厳密にこれを守っていらっしゃる。 ビク、男性のお坊さんは227条、女性のお坊さんは311条。それから、この、中国や、それから日本に伝わった、この仏教では、男性は250の戒律女性は348の戒律をきちっとこう守っていたので、こうありました。そういう、このお坊さんたちのことをこういうので、こうございます。 まあですから、まあ、今は、ないわけではないのかもしれませんが、私も知る範囲では、この私分率に従って、今も250の会を守っているお坊さんというのはいらっしゃるのかもしれませんが、極めてこの稀まれである男と思います。 だんだんと、この鎌倉時代あ、鎌倉時代よりもう少し前の、伝教大師、最長さんというような方なんかは、こういう、この、死分率に従う、こんな、反差な会よりも、大乗仏教の大乗会でいいんだということを、こう、解かれるようになっていきました。道元禅師なんかも、その流れを組んでおります。ですから、この、特に禅宗では、 あまりこの250の回にこだわることは少なかったように、この、受け止められます。で、また、今の時代もそれはあるかないかわかりませんが、極めて稀なんですが、まだこの江戸時代の頃には、こういう250の回を、回率を、率をですね、きちっと守っていた立州のお坊さんがいたんですね。 で、その、人たちのために、万景禅人のお寺は、両文字であろうと、大変大きゅうございましたから、律のお坊さんたちが修行する場所を設けてあげて、律祖、律のお坊さんのためにも、一芸そこで一緒に修行をさせていたのだ、と。まあ、こういう、ことがあったのでございます。そこで大結成の時、 結成というのは、その、うきの暗号の時を言います。修行僧たちが外に出かけずに、お寺にこもって修行すると。その時には、律のお坊さんたちが53人超えたと。その中に、ビク二人がいたと。ビクというのは、これは、 元々は、この、ビクシューといって、この、凍うもの、骨付きをするものというのが元々の意味でありましたが、この場合は、この250の会を守った正式に愚足会を受けたお坊さんのことをビクと言いました。広い意味では男性のお坊さんすべてを指す,指す場合が多いんですけれども、この場合は愚足会。 250の会をきちっと守っている人,人たちのことを言う言葉で、言う言葉として使われております。250もの会を守るということは大変なことであります。まあ、まずあの、買い物ができません。お金に触れてはいけないというような、この戒律が、戒律がそのまま残っているんだそうでございます。ですから、 あの、誰かにこの買ってもらって、施してもらうっていうことしかこうできません。いろんなこの、もちろん、あのお,お昼を過ぎたら何も食べてはいけないとかあ、様々な厳しい決まりがこうたくさんあります。これで、で、そのビクという250の会を守っている方が2人いたと。まあこういう方にしてみれば、 もうこの時代になってきますと、200、律のお坊さんの中でも250の会を保っているビークと言われる人は、この中でも53人いても2人ですからあ、極めて数が少なかったのでありましょう。まして言わんや、仏教のお坊さん全体から見れば、極めてわずかな数でありましょうから、自分たちは、 250の戒律を守ってる。お釈迦様以来の律を守ってるな。というような自負があったのではなかろうかと思います。これで成仏を研ぐましょうと存じますが、まするが、これで、これがようござりますか、また足をござりまするか。250の戒を保っていれば、それによって成仏を仏になるとこう思っていますが、これいいことですか、悪いことですかと、こう聞いたわけであります。 この当然これ内心としては、もう素晴らしいことであります。もう我々にはとても250もの会を守る、戒律を守ることはできませんが、あ250もの戒律を守っていれば、もう孫うことなく仏になること、なるでありましょうと。まあそう言ってもらいたかったのではなかろうかと想像いたします。 で、それに対して、万景全師は全師枠、いかにも悪いことじゃござらぬ良きことでござると一応はそう言われました。まあ、やはりこの褒めてもらいたいという気持ちが、この、察しられますから、しかもそんな常人にはできないようなことをずっと努めてらっしゃるので、いかにも悪いことじゃございません、さういことでございますね、って言いました。しかしながらです。 これから、ここからが万系禅人の厳しい説なんでございます。至極はしませぬわいのと、しかしその250の戒を守るということは究極ではないということなんであります。至極はしませぬわいのと。それは律を表に立てて律衆と言うて至極のように思うことは恥ずかしいことでござるわいのと。律衆という、律。 自分たちは律を守っているのだということを、これを表に立てる表看板にしておいて、立衆の教えは究極のようで、究極の教えであるというふうに思っているのは、それは何も人に自慢するようなことでは決してなくして、恥ずかしいことでござるわいの、というでありますで。なぜかというと、 根源律と申すは悪びくのためにこしらえたもので、本時期の脳想定は欲しきを犯して律を送るようにしなしはしませぬ愛のと。もともとこの律というものは、この決まりを破るお坊さんがいたから、何々をするな、何々をするなというふうに律ができていって、そしてその律がまた新たなこと、新たに悪いことをするものが、 出てくるので、さらにこの増えていった。あの、法律のなんかと同じようなことでありまして、そういう悪いことをする者がいるから、それを取り締まるための罰則として、この法律ができる。律も一緒だと。もともと、会というのは、お釈迦様のこれは、一番最初は三機会。仏法僧の参謀に帰還するという。 もうそれだけでお坊さんになれたというふうに聞いたことがございます。三機会と言います。仏に消えする。仏の教えに消えする。僧というこの集団、僧侶の集まりに消えする。その三つをよりどころとするという、そういうことを誓うということが一番根本の会でありました。 それから三十条階というのがあり、それから五階があり、十0十十0 1十全階、それから四十八境会、それから一番多くなると二百五十階というふうに、どうもこういうことをした、悪いことをしたやつがいる。というので、その度に、この決まりがつけて、決まりを作って、あの、階が、階率が増えていった。 本時期の農定というのは本物の農というのは全種のお坊さんを指しますが、本当の、本当に修行する人は何もこの決まりを犯して、律を、戒律を受けなければならないようなことをしないのであると。そういうことでこう言います。酒を飲まぬ者に恩受会はいらず、盗みをせ,むせ,せ,せ,せぬ者は中等会もいらず、嘘を言わぬ者には猛誤会もいらぬご、いらぬごとくでござるわいのと。 お酒を飲まない者に恩受会というのは酒を飲むなという会はいらない。これは分かりやすい。その通りであります。お酒を飲んで酔っ払って周りに迷惑をかけたというお坊さんがいたから、酒は飲んではいけないという決まりができたのでありましょう。いや、もっともこのお酒の場合は、酔っ払って人に迷惑をかけるという以前に、 お酒という、まあ,あ、アルコールですかしらね、を体,体に摂取することによって、これは精神の集中、瞑想ができなくなります。もうお酒を飲むというだけで、この、と研ぎ澄まされたあ瞑想の心,心理というものは、この乱れてしまいますから、 飲まないに越したことはありません。人に迷惑をかけるかけない以前に、自らの修行においては、飲まないに越したことはありません。でも飲まない者にはわざわざ酒を飲むなっていうことを言う必要がないのであります。盗みをした者がいたから、修行、修行の人たちは集団生活であります。集団生活を営むにあたりましては、 人のものを取らないというのは、これはもうしごく大切な決まりであります。だから盗みをしない者には、盗むなということは言う必要はありません。ついつい人のものに手をつけてしまう者がいるから、いたから、盗むなという中等会ができた。普段からいつも嘘は言わない者に嘘をつくなという必要はない。どうも嘘をつく。仏教の場合のこの嘘をつくというのは、 悟ってもいないのに自分は悟ったというようなことを言うのが一番のこの猛誤解でありました。でもそんな嘘を言わない者には嘘を言うなというようなことは必要はないとこういうのでこうございますね。これもまさしくその通りなのでございます。 シカルにミナノシュンが、シカルにミナノシュンがあ、というところから、このお、読んで、えー、参ります。ここからですね。シカルニ・ミナノシュンが、会を保つというというところから読んで参ります。シカルにミナノシュンが、会を保つというが、 貝を保つの破るのということは悪びくの上のことでこそあれ。我は立衆者と言うて、律と外に立てて、至極のように言うことは悪びくの看板を言い出すようなもので、良き者も悪しき者に似せて悪しき者の真似をするようなものでござるわいのとまあ、大変にこの厳しい言葉でこうございます。貝を保つというのは、 そもそも会を保つ破るというようなことは、それは不心得なお坊さんのためにこの会を破れなというわけであって。ですから自分は立衆だと言って、律を守ってるんだということを自慢する外に看板に掲げているようなことは、それが究極のように思っているようなことは、まるでそれは会を破っていることを 会を破る、あるいは破る可能性があることを看板のように、表看板のように出しているようなものであって、せっかく良き者も,も悪しき者に似せてた。本来何もそんなことを言わなくても会も必要がないという、本来の物心のままで、のままで良いはずのものを会を守らなければならないのだという悪しき者に似せて、悪しき者の,の真似をするようなものでござるわいのと。 会を、おおお意識をするということは、破るかもしれないということ、や破るかもしれないという悪しき者の,の真似をするようなものではないかと。すれば、恥ずかしいことではござらぬかと。自分は、律を守っております。戒律を守っております。というようなことを、こう、表立って、看板に掲げ,掲げているようなことは、恥ずかしいことではないかと。 というふうに、万慶禅師はお時になるので、こうございます。不祥長物心でござるところで、不祥の物心でいれば、はじめよりはじめよりして次回の沙汰はありはしませぬわいのと。不祥の物心と。これは、作り上げたものではないで。 古典的に形成されるものではない。もともと本来生まれながらに備わっている物心でいればいいのであって。物心のままでいれば、そんな盗もうとか酒を飲もうとか、その会を破るような思いを起こすことはないのでありますから。会を保つだの、会を破るだのというようなことはもうないのであると。自本、会を保つ、会を犯す。 自本というは、生じた後の名を言えば、不祥の場からは第二、第三、とっと末なことで、皆後の里で、里でござるわいのと。会を保つだの、会を犯すだのというようなことは、これはその、そのような思いを生じた後、後の話であって、何もそのような、 我が身の悲劇から何かこの翌年を起こすこと、どん欲や怒りの心を起こさなければ、不祥の物心のままでいるという立場から言えば、会を保つだの、会を犯すだのというようなことは、たとえ250もの会をきちっと保っていると言ったとしても、不祥の物心から見れば、第二義、第三義のことになってしまって、とっとというのはずっとですね、ずっとこの末な、使用抹節なことで、 皆、やってみな後の沙汰でござるわいのと。不祥の仏心の場から言えば、ずっと後の話になってしまうと。核のごとくの示しを聞けて、両人のびく、ごもっとも千番四国つかまつり、ありがたく存じ立てまつるというて、深く受け子をなりと。という、この番稽禅人のお示しを聞いて、 それまで250の会を保っていることを少しばかり自慢に思っていたようなこの陸の方二人。もちろんですね、本当にそういうことをなさっている方は尊いことであります。決してこの軽んずるべきものではありません。でも万稽禅師は親切な上にその自分はこんな律を守っているんだというようなことが思いがおごりにでもつながったならば、 それはまた、この業を作ることになります、うん。悪業ですね。苦しみの原因を作ることになってしまいますので、丁寧に本来の物心のありようを説いてくださったのであります。それに、それで、この二人の美久もごもっとも、千番四国つかまつり、ありがたく存じたてまつり、ありがとうございます。まあ、その通りでございます。 深く受け顔なりと、なるほどと、深く、この、受け顔割れた、合点をされたという、この律のお坊さんに対しても、番慶伝授はいつもの不祥の仏心を解き示されたということであります。というように、不祥の仏心でいれば、この、何も、わざわざ、会も、会も律も必要がないというふうに解かれておりますが、 しかしながら、まあ、仏教を学ぶ場合においては、やはりこれが土台にはなっています。まあ、万景、まあ、万景も、万経善事はどうなのかなあちょっと、東大寺で受解されたかっていうのは、どうかこう、わからないので調べてみないと、わかりませんけれどもん、会というものがこう、土台であります。お坊さんになるという時には必ず受解をいたします。まあ、ある,あるいは、 在家の人であっても、この会というものを必ず、この、いただいて、そして仏教徒としての暮らしをいたします。ですから、この会というのは、先ほど申しましたように、今しめて、あの、律は、罰則のある規律ですけど、会というのは良き習慣をつけると。ですから、この三機会というのは、三つのものに帰営するという良い習慣を身につける。 それから三十上海、十十金海という、こういうものを大乗仏教ではおもんじるようになりました。三機械というのは、これは仏に帰依する。仏様をよりどころとすると。我々が読んでいる言葉には、仏とは悟れるもの。人とし人の尊さなり。人間としての尊さ。人間として生まれ、人間として生きることのこの尊さ。物心仏性、 これを消えするよりどころとすると。法というのは真理です。真理というのは己なきの尊さ、無常であり、無我であるという真理をよりどころとしていく。僧というのは集いの力、隔てなきの尊さなりた。お坊さんや、男性のお坊さん、女性のお坊さん、それから在家の、男性の在家の信者の方、在家の女性の信者の方、というふうに、 こういうのをもともと死臭三がという言い方をいたしましたが、仏道を学ぼうという、仏道を実践していこうという人たちの集まり集いであります。仏様と仏様の悟られた真理と、その真理を実践していこうという人たちの集まり、この三つをよりどころとしていこうという良き習慣を身につけるというのは三機会であります。 三次上階がこれが大乗会、大乗仏教の会においては一番根本であります。小率議会というのは小さなことでも少しでも悪いことは避けようと。小善傍会良いことはできるだけ努めましょうと。こんなことは誰でもわかりそうな話ですけれども、なかなか実践となると難しいものであります。小子上界というのは人々のために尽くしていきましょう。 人の世に誠を尽くしていきましょう。真心込めて良くしてあげましょうという、そういう良き心の習慣をつけるのがこの回であります。それから、重々近回。特にこの5番目までを5回、5つの回として、一般の在家の方には、あの、受回をしていただく大切なものになっております。 不摂生というのは命あるものを無闇にこう殺さない。厳密に何も命あるものを一切殺さずに生きられるかというと、これはほぼ不可能でありますから、無闇に殺さないようにという良い習慣をつけようというのが回であります。人のものはこれは盗み取るようなことをしないようにというのがこれ、という良い習慣をつけるのがこの回であります。不意欲とか、あるいはこの不邪因。 この、陰という字の上に、邪、横島、邪道とか邪魔という場合の邪という字,字を書いて、不邪因というふうに説く場合もあります。特に在家の人の場合は不邪ン。道に逆らった愛欲を犯さないですから、男女の道をきちっと守っていくようにと。不毛語というのは嘘偽りを口にしない。先ほど申し上げましたように、仏教において一番の毛語は、 悟っていないのに悟ったというのが一番でありますが、えー、人の悪口を言うとか、陰口を言うとか、二枚舌を使うとか、あそのようなことも、この、これに入るかと思います。で、五番目が福祉死会、えー。これは売るという字ですけれども、あるいは恩樹と飲むという字、飲料水のい,い飲むという字を書いて不恩樹という場合もございます。 酒に溺れてなりわいを怠ることをしないと。これは在家の方にお勧めする場合は、こういう言い方をいたします。ですから、この場合は、日本の社会というのはどうしても、一般の暮らしをする、なさる場合は、お付き合いの席でお酒というものがどうしても付き物の,の社会でありますから、 あですから、周りに迷惑をかけないように、自分の勤めの差し障りのないように、というふうな解き方をさせていただきます。お坊さんの場合ですと、これは、心の集中には、このお酒というものは、まず、えー、良い影響を与えませんので、えー、飲まないに越したことはありません。不説死死を家財界というのは、他人の過ちを責めない。富士山北海、自分を誇り、他人を傷つけることをしない。 不見論界というのは、物でも心でも人に施すことを惜しまない。不信にというのは、怒りに燃えて自分を失わないように。不暴参謀会というのは、仏法僧の三部をそ知らないようにという、こういう十の良い心の習慣を身につけましょう。えー、まあもちろんのこと、不正の仏心のままでいれば、 一番問題はないのでありますが。しかしながら私はやはりこういう会を学んでおく、会を身につけておくということも、仏教の修行の上においては土台にこうなります。その土台の上に、この座禅の教えがあり、経典や語録を学んで、そしてその積み重ねの上に、不祥の仏心という教えが、花開いていったのであろうと、私はそういうふうにこの見ております。 ですから、学ぶ方といたしましては、こういう会も土台にあるのだと。禅情、心を整えることも土台にあるのだと。そういう積み重ねの上に、不詳の仏心という教えが花開いたのだというふうに、まあ、全体をこの学んでおく方が、間違いを起こす、犯こすことが少なかろうとこう思っているので、こうございます。もう番系全自から言えば、 不祥の物心一つで一切は整うと、もう究極はそこなのでありますが、そこに至る過程を学んでおくことも私たちにとっては必要であろうとこう思っているところでございます。えー、では今日はここのところで終わることといたします。ご清聴ありがとうございました。